本当にあったかもしれない怖い話。後ろの太鼓の音が主張激しいな。だん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 作者さんがこのゲームはヘッドホン推奨ですっていう風に超推奨ですって書いてあったんで、あの BGM もね音量マックスでプレイしてるんですが、でけえ太鼓のねでけえ、あ、ようやく落ち着きましたね。はい、ということで今回本当にあったかもしれない怖い話というホラーノベルですね。出典2チャンネルオカルト超常現象版、死ぬほどシャレにならない話を集めてみないというスレッドからこれ引き抜いた話かな、どうなんでしょう。なんか猿夢っていうのを題材にしたホラーノベルゲームらしいですね。はい。猿夢結構聞くけど、僕詳しくわからないのよね。なんか2チャンネル、あ、ここに書かれてますもんね。2チャンネルのこのスレッドで有名になったお話なんでしょ？猿夢って。はい。詳しい方いらっしゃいますかね。さあ、今回こちらのね、猿夢を題材にした本当にあったかもしれない怖い話、実況していこうかなと思います。実際の体験談元にしてるらしいんで、なかなか怖いんじゃない？はい。あ、こういう感じがいいね。私は、夢を見ていました。昔から私は夢を見ているときに、たまに自分は今夢を見ているんだと自覚することがありました。ほう、僕も時々ありますよ。これエンターでも次いけるかな。あ、いけますね。変な笑い出ちゃった。交換音ちょっと斜め上の音で来たからびっくりしたね今。ちょっと綺麗でしたよね音が。はい、猿夢始まりましたね。この時もそうです。なぜか私は薄暗い無人駅に一人いました。これ、キサラギ駅と繋がったりすんのかな？どうなんでしょう？キサラギ駅も確か2チャンを元にしてる怖い話でしたっけ？はい。随分陰気臭い夢だなぁ、と思いました。はい。すると、急に駅に正気のない男の人の声でアナウンスが流れました。それは、お、音声付きだ。棒読みちゃんですね。じゃ止めるな。こんなところに怖い目に遭うような電車を停車させんな。なんだこれ。乗せる気満々ですよね。はい。と、意味不明なものでした。はい。間もなく駅に電車が入ってきました。なんか死者をさ、連れてく電車みたいな感じなのかな。どうなんでしょう。主人公は今病院で寝てる最中とか？それは電車というより、よく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が一列に座ってました。はい。このジェットコースター的な乗り物に、今一列で、この手前に一人、奥っかに一人みたいな感じかもしれないね。この一気に一人が乗ってるみたいな感じかな。うん。私は、どうも変な夢だなと思いつつも、自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試してみたくなり、やめろ。危ねえからそういうのやめろよ。一応もう意識というか、これは夢なんだっていうのを分かった状態なのね。はい。その電車に乗ることを決めました。ほう。夢だって分かってる状態で、その危ない橋を渡ったんだ。はい。本当に、怖くて耐えられなければ、目を覚ませばいいと思ったからです。なるほどね。自由自在に起きれるんだ。はい。私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って自由に夢から覚めることができました。おう、じゃあ都合がいいね。ただこれの場合はさ、悪夢だから、なんかこう足引っ張られたりすんじゃないの？私は電車の後ろから3番目の席に座りました。はい。周りには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うぐらいリアルな臨場感がありました。ほう。全部これ、棒読みちゃんというかゆっくりボイスが流れるんだね。はい。出発します。とアナウンスが流れ、電車は動き始めました。はい。これから何が起こるのだろうと、私は不安と期待でドキドキしていました。はい。なんかちょっと、ダメそうって分かってても、ちょっと見に行きたくなる好奇心というか、そう。ちょっと怖いんだけど、少し気になっちゃうって感じで主人公は進んでってんだろうね、これ。はい。電車は、ホームを出るとすぐに、トンネルに入りました。紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は子供の頃に結構急に長くなったね、今。ずらーってカッコの文章一気に出てきたからちょっと笑っちゃった。申し訳ない。はい。子供の頃に遊園地で乗ったスリラーカーの景色だ。はい。この電車だってお猿さん電車だし、
結局過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけでちっとも怖くなんかないな。あーなるほどね。過去に両親とかと来た遊園地で乗ったことがあるお猿さんの乗り物ってことか。なんかそういうのの断片を今の夢にこれ映し出されてるみたいな感じなのかな。なんか夢ってそう言いますよね。はい、なんかこういう断片同士がごっちゃになって新たな夢が生み出されるみたいなさ。うん。とその時またアナウンスが流れました。次は池作りです。あー池作り、うん、お魚出てくる要素ないけどねこの遊園地どうなんだろう。うわびっくりした。音で急にドンくるタイプのジャンプスケアのホラーゲームや。これマックス音量でやったらダメだわ。マジで怖かった今。あの僕の絶叫と交えてあの別の絶叫あったじゃないですか。それこのゲームの絶叫なんですよ。すごいややこしいそうこのゲーム上で録音されてる音声が今爆音で響いて超びっくりした。ごめんなさい。すごい長いよね話。池作り魚のなどと考えていると急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました。マジか。はい、振り向くと電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに4人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。小人、なんか小人っていうと可愛らしいものをイメージしますが、この場合はなかなか怖い小人なんでしょうね。はい、よく見ると男は刃物、うわマジか、刃物で体を裂かれ本当に魚の池作りのようになっていました。そういうことか。停車する駅名がこれ乗ってる人になんか事故として反映されるんだ。また来たなお前心なしか絶叫ボイスさっきより控えめになってないかね多分気遣ってくれたんでしょうね。はい、強烈な臭気が周りを包み耳が痛くなるほどの大声で男は悲鳴を上げ続けました。うーわきついなこの拷問的な夢。はい、男の体からは次々と内臓が取り出され血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには髪の長い顔色の悪い女性が座っていました。はい、同じ夢見てんのかなこの方は。うん、彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気にも留めてない様子でした。はい、主人公は確か3番目だよね。うん、この人その女性先ほど池作りにされた男性がいるみたいな感じか。はい、次の次来るじゃん主人公次の次来ちゃ大丈夫か。はい、私はさすがに想像を超える展開に驚き、そうだよね、今のうちに目覚まさせた方がいいんじゃないの、自由にできんでしょう。うん、本当にこれは夢なのかと思い始め怖くなりもう少し様子を見てやめろお前夢なのか現実なのか分からなくなって怖くなった途端また見たくなったの主人公、すごいメンタルだね、やべえぞこいつ。はい、もう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。やめとけ、取り返しのつかないことになるぞお前気がつくと一番後ろの席の男はいなくなっていました。はい、池作りにされて出荷されちゃったか。うん、しかし赤黒い血と肉の塊のようなものは残っていました。あ、後ろの女性は相変わらず無表情に一点を見つめてました。これさ、主人公はあの夢の中で自由な視点で物を見れるし把握できるじゃん。だけどこの女性の場合はさ、そうじゃないから一点見続けるしかないんじゃないの。うん、でこの女性も主人公みたいに自由自在に夢を操れるんだったら一点じゃなくてキョロキョロすると思うんだけどさ、どうなんでしょうね。次はえぐり出し。はい、マジか女性はこのえぐり出し被害になるの、マジか、とアナウンスが流れました。すると今度は2人の小人が現れ、ギザギザのスプーンのスプーンかいってスプーンのようなもので後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで無表情だった女性の顔は痛みのためものすごい形相に変わり、私のすぐ後ろで鼓膜が破れるぐらい大きな声で悲鳴を上げました。僕もね、あの皆さんの鼓膜をよくあのぶち破ってる気がしますが、ちょっと共通点がありましたね。目から眼球が飛び出しています。きついなこれ。血と汗の匂いがたまりません。たまりませんって何どっちの意味で。はい、主人公はちょっと一風変わった感じだから意外となんか悪い方向のたまりませんな気がするんだけど違うかな、まともでやってほしい。私は怖くなり震えながら前を向き、
体をかがめていました。はい、なんか主人公さ、夢が見えるって言っても自由に見えすぎても怖い点があるよね。ここらが潮時だと思いました。もうまずいんじゃない、だって次でしょ、次自分の番が来る時に潮時ってもう結構遅いんじゃないの。これ以上付き合いきれません。やっとかお前。しかし順番からいくと次は3番目に座ってる私の番です。そうだよね。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してからその場を逃げることにしました。マジかお前やっぱ頭ぶっ飛んでるタイプだなこの主人公確かにちょっとね、自由に見えすぎてもやっぱ怖くてね、なんか怖いもの見たせでやっぱ行っちゃうのかな、どうなんだろうね。絶対見ねえけどな俺だったら。はい、うわ主人公ハンバーグにされちゃうじゃんとアナウンスが流れました。ひき肉だってみんな。最悪です。いやもうそりゃそうだろお前。遅えよ。どうなるか容易に想像ができたので、神経を集中させ夢から覚めようとしました。はい。ちょっと笑えちゃいますね。ただ、冷静に考えるとめちゃくちゃ怖い場面よこれ。夢を覚めろ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 。いつもはこう強く念じることで成功します。急に。ウィーンという機械の音が聞こえてきました。今聞こえるこれか。うん。今度は小人が私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。マジか、シュレッダー的な感じじゃないのこれ。多分私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢を覚めろ覚めろ覚めろと目を固くつぶり一生懸命に念じました。うわー怖いこの音。ウィーンという音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになりました。あ、よかった、冷めたんだね。お前本当にヒヤヒヤさせやがって。みんないろんな人が突っ込んでるお前に対して、早く目覚ませよっつって。やばいからねお前そのチャレンジ精神、うん、なんとか悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。夢とはいえね、やっぱちょっと現実なのか夢なのかわからない状態の夢だからそうなりますよね。私は寝床から台所に向かい、水を大量に飲んだところでやっと落ち着いてきました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。まあそうするしかないよね。一応お祓いとか言った方がいいんじゃない。次の日、学校で会う友達全員にこの夢の話をしました。大丈夫なの？なんかさ、こういう怖い夢って人に話したら危ないとかそういうのもありません？どうなんだろう。はい。でもみんなは面白がるだけでした。所詮は夢だからです。それから4年が経ちました。あ、結構進むんだね。大学生になった私は、あ、さっきは中学か高校の時の夢なのか。うん、すっかりこの出来事を忘れ、4年も経ってますからね。でも怖いよねあれは。バイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。また来るか。え、次は M リバーシに。やばい、手前からだ。あの場面からでした。私は、あの夢だとすぐに思い出しました。すると前回と全く同じで、二人の小人が女性の眼球をえぐり出しています。うわ、一番最初の男性はもうスキップされちゃったんだね。若干この夢、こっち側を気遣ってくれるホスピタリティやんじゃん、ね、やばいと思い、夢を覚めろ覚めろ覚めろとすぐに念じ始めました。今回はなかなか目が覚めません。夢を覚めろ覚めろ覚めろ。まずい、ハンバーグや来るぞ主人公。いよいよやばくなってきました。ウィーンと近づいてきます。夢を覚めろ覚めろ覚めろ、覚めてくれ。あ、ふと静かになりました。どうやらなんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたその時、また逃げるんですか。次に来た時は最高です。うわーじゃ結構普通に喋るなと思ったら、次見たらもうおしまい宣告じゃん。
とアナウンスの声がはっきりと聞こえました。やーべえ、怖っ、これ毎日寝れねえよ。目を開けるとやはりもう夢から完全に覚めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは絶対に夢ではありません。マジか、この部屋で聞こえたの。現実の世界で確かに聞きました。私が一体何をしたというのでしょうか。あ、切り替わったね。それから現在までまだあの夢は見ていませんが、次に見た時にはきっと心臓麻痺か何かで死ぬ覚悟をしています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界はひき肉です。うわ、終わった。猿夢怖え。この夢の続きは今夜、やめろ、そういうの見るかもしれませんね。そういうこと言える余裕があるんだな、今は。はい、じゃあ安心して熟睡してるんでしょうね、彼は。いやー、はい、制作グレッチさん、ありがとうございました。とても楽しかったです。本当にあったかもしれない怖い話を実況プレイしました。皆さんどう感じましたか、猿夢。なんか他にもさ、猿夢に関していろんななんか考察とかさ、ありますよね。はい、皆さんは他に猿夢エピソードとか知ってますか。はい、詳しくわかる方はこの動画のコメントかツイッターのリプとかで教えてくれると嬉しいです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんも今日寝るときは猿夢を見ないように十分にお気をつけて